第3代ションバーグ校メーナード第3代ションバーグ校メーナードションバーグはイギリスの貴族、軍人。初代ションバーグ校フレデリックションバーグの長男でチャールズションバーグの2位。ドイツのケルンで生まれ、父と共にポルトガル王政復古戦争を戦い、戦後父がフランスに帰化するとラロシェルに定住、オランダ侵略戦争に従軍して1678年に に昇進した1685年に、フォンテーヌ・ブローの直令が発令、宗教問題で、フランスから出国した父に従い、ブランデンブルク戦抵抗、フリードリ・ヒビル・ヘルムの下へ移り、1689年に、イングランドへ移住、1690年に、父が仕えたイングランド王権オランダ総督ウィリアム3世から、騎兵連隊隊長に任命され、 ウィリアム三世に従軍してアイルランドへ出兵した。アイルランドで滞在していた父と合流して、南下、母院側の戦いで、ジェームズ二世、ティアコネルハクラジャコバイトと交戦した。戦闘では左翼を守備していた父が敵に打ち取られたが、右翼を率いて戦場を右に迂回して、敵を引きつけたおかげで勝利に貢献。父の爵位の内メルトラ博位を継承。 1691年に、レンスター港に、助釈、イギリス軍総司令官に任じられた。1693年に、チャールズが大同盟戦争で戦死するとションバーグ、行位も、相続、1703年に、ガーター勲章を受勲した。同年に、スペイン継承戦争で、スペイン遠征軍司令官に任命され、ポルトガルで待機していたが、成果を上げられず、 1> 翌1704年にゴールウェイ博に交代した。以後は1717 17年にアクスブリッジ付近に狩猟小屋を建造した他は目立った。活動がなく1719年に78歳で死去。息子のチャールズに先立たれたため借位はすべて消滅したが、娘フレデリカを通して子孫はチャールズ二世の子孫であるレノックス家及びスペンサー家と隕石関係を結び、 ダイアナ元妃及びチャールズ王太子との間に生まれたウィリアム王子とヘンリー王子につながっていった。1677年にバーバラ・ルイサ・リッツィと結婚したが、子供はなかった。1682年にプファルツ選定校カール一世、ルートビヒの初出の娘、カロリーネ・エリーザベトと結婚、4人の子を設けた。チャールズ・ルイス・ハリジ公 創世キャロラインフレデリカ・ホルダーネス博、ロバート・ダルシーと結婚、フィッツ・ウォルター博、ベンジャミン・マイルド・メイト再婚、メアリー、デーゲンフェルト・シェーンベルク博、クリストフ・マルティン2世と結婚、ともきよ、P143、P146、P158、森、P274、P275。ありがとうございます。